人間っていうのはいいとか悪いじゃないんです。絶対やりたいですよね。若い頃のその主音役とか絶対やりたいですよね。まあ多分酔っ払ってましたよね。でも言うことはすごい的確でしたし、果てしない優しさが超クレイジーなんでしょうね。そこら辺思い出すと、なんかもうよくやったなと思います。自分のこと。そのさんは優しいお兄さんだったんですか。いや、よーいスタート。今日はちょっと緊張してるね。いい映画になるかな。もし今度の水素星が90年代にやっていたら、日本の歴史変わってましたよ。過去の自分が今やっと復讐に来たぞ。映画の悪魔がいた。見てすごいいいカットが撮れて、はい。